1人1ヶ月20万円を全員に給付、はい、これは最大3ヶ月、うん、やっぱ20万円それだから財源はどうするんですか。そう、さんまステイホームが前提だってあったとしても、はい、それ相当な額じゃないですか。国民全員にってことでしょう。そうですね、うん、それ財源はどうするんですか。財源は国のお金です。あ、でも国のお金だけど、その国のお金をどっから作るってことですか。新規国債の発行ですね。新規国債の発行しちゃうと、でも新規国債はどっちみち将来的に返さなきゃいけなくなるじゃないですか。そこがそうじゃなくて、返さなくてもいいんだよって、うん、みんなで今その国の新しいお金は国民が返さなきゃいけないって言うんですけども、うん、そうじゃないよっていうことなんですよ、うん、そうじゃないということはどういうことですか。国民が返さなくてもいいよ。誰が返すんですか。その塩漬けにしててもいいし、うん、まあ、返すこともできるんですよ、うん、返すっていうかそのなくすこともできるんですけど、うん、返さなくてもいいよ。そのままずっとほっとくってことですか。そうですね、要はそういうこともできるよ。でも好景気になって、うん